こんにちは、金子です。今回はですね、ぶら下げの設定の紹介をしていきます。ぶら下げというのは何かというとですね、2行目から下の一番最初のところ、ここがですね、先頭が空白が空くということになりますで。どういう時に使うかというと、今回のようにですね、一番上に米マークが入ってまして、で、この下のところ、これ普通に文章を打つとですね、もちろん先頭に来ちゃうんですね。でも、ここのところ揃えたいなと。 いうふうに思ったとします。そういう時はですね、ここのところでぶら下げというのをすると、2行目から下が1マス空いてくれるので、綺麗に揃うということになるんですね。この方法を紹介していきます。それでは実際にやっていきましょう。ぶら下げの設定はですね、ここの 文章は全部共通なので、まあ、1行目でも2行目でも3行目でも、あのどこでも大丈夫です。マウスのカーソルをこの文章、設定したい文章のどこかにクリックしておきましょう。そしたらですね、ここのところの段落を使っていきます。段落を使うんですけども、今ここにないよという方はですね、ホームというところをクリックしてください。ここをクリックすると、この段落が出てきます。 段落の右側に行きまして、ここのちっちゃいマークですね。ここを使います。ここをクリックですね。そうするとこういう画面が出てきます。そしたらですね、ここのところから最初の行と書いてあるところがあります。この最初の行を使うんですね。で、ちなみにですね、このインデントっていうところのくくりにあるんですけど、インデントっていうのは空白のことをインデントというので、一緒に覚えておきましょう。 そしたら、この最初の行のところ。これ、差下げとぶら下げあるんですけど、地下げ別の動画でやってるので、えの、ぶら下げを今回やっていきますね。ぶら下げを使ってやっていきます。で、今、ぶら下げを設定したんですけども、ここ幅が1時になってますよね。1時ってことは、ここのところ、2行目から下が1時ずつ、こう、横にずれますよ、ということを言っています。じゃあ、1時でやってみましょう。こうですね。 こんな感じになりました。一行目は影響しないんですね。一行目は影響しないので、そのまま米マークがつくと。で、二行目より下が、こんな感じに、開くよ、ということですね。これが、裏下げの。 使い方になります。ら下げって聞くと、2行目より下が開くんだよって言っても、どういう時に使うのと、いまいち想像がつかないと思うんですけど、こういう風にですね、コメマークがついた時とかに下が開くんだよっていうと、まあ、なんとなくわかりやすいかなという風に思います。じゃあ、こういう時以外使わないのと言われると、そうでもないんですね。じゃあ、どういう時かというとですね、例えば、こういうとこに猫、ね、さんが、しゃ喋りました。と いううことにしましまょうそしたらですね、ここのところでやっぱりこっちに文字が入っちゃうんですね。そうすると、ここのところでやっぱ切れた方が見やすいですよね。で、そうするとですね、ここの金子さん、今点々まで入れると、1、2、3、4、5文字ですね。5文字分文字を入力しています。なので、ここでぶら下げで5文字入れてあげるとですね、綺麗になりますのでやってみましょう。そしたらですね、先ほどの段落のところからですね、下向き三角形。 これですね。ここのところ。矢印ですかね。で、幅がさっき1時だったのを5時に変えてみましょう。そしたらですね、OK を押します。どうですかね。こんな感じですね。なんか喋った感じしますよね。こうインタビューのところとか。こういう感じありますよね。なので、こんな感じでぶら下げっていうのは実は使うところが結構あります。 で、ぶら下げの設定なんですけども、今のところ以外にももう一つ設定画面がありますので、そちらも紹介していきますね。で、もう一つの設定画面はですね、ここの表示というところを使います。表示のところからですね、ルーラーというのを使っていくとめちゃめちゃ便利でして、このルーラーはですね、画面を見ながらぶら下げの設定ができるんですね。で、ここの今数字が出てきたんですけども、数字が出てきたこの上の矢印になります。この上の矢印の ここのところ、今ここにあるんですけど、ここギリギリですね。これ下の四角が動いちゃうと、全部が動いちゃうので気をつけてください。上の矢印のもう矢印の先頭のところ、もう細かくて多分画像、動画だと見れないかもしれないんですけど、この部分をクリックしながらこうやると、わかりますかねこんな感じです。下の行が動いてるのわかりますね。これがぶら下げですね。1行目だけは全く影響しないで、2行目より下がこうやって動いてるのがわかります。これがぶら下げの影響ですね。 で、一番最初の画面がこうですね。なので、最初の設定がこうなんですけども、やっぱりですね、この人が喋ってるように、見えるようにしたいってことは、こうやってあげると、綺麗になりますね。ただですね、このルーラー的の、あの、うまくぴったり5とかに合わないんですね。なので、ある程度しかいかないです。なので、先ほどのように綺麗に、ここですね、ここちょっとずれてるんですね、ここ。ちょっとずれてるのわかりますかねここが。 ずれてるので、先ほどのようにちゃんと5文字にしたいよというときは、このホームの段落、そしてここの部分。ここから今4.721って書いてあるので、まあ微妙にずれてたってことですね。これ5文字にしてあげて OK。そうすると綺麗に揃うということになります。このぶら下げの設定、意外によく使いますので、ぜひ覚えておくと便利になります。今回はですね、 このぶら下げの設定を紹介していきました。少しでも役に立ったなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。